稲葉さん、ケンジさん、どっちやねんさん、ありがとうございます。どっちやねんと、あ、お久しぶりです。はい、まあ多分東京でやったセミナーです時ですよね。うん、まあその以外にもいろいろと商品の方も買っていただいておりますけれども、うん、まあマインドセットは一番大事ですから、うん、それをやる上で、うん、そう、まあ借金があるということですけど、いや僕もね、うん、いやケンジさんより借金あるんじゃないかなという普通にまあそれでもなんとか楽しくやってるんで、うん、やっぱなんだろうな、うん、もう徹底的にやるってことですね。だって僕のネットビジネスの動画100回んないんですよ100ちょっといっても100以下とか、それでも今年は2700ぐらいですかね、売り上げはいってんすけど、なんとかなるんですよ。だから一つのことを徹底的にやるっていう、でほとんどの人が徹底的にできないんですよ。うん、だからそれなぜかっていうとマインドがないっていうところですよね。うん、そう、だからまあそのここにも書いていただいてますけど、まあフォーカスして行動に移せず現状を変わらずと、やっぱこれがいいのかな、やっぱこういうのがいいのかな、こういうのがいいのかな、ああいうのがいいのかなって、もうずっとぐるぐる回るっていう、結局時間だけ費やしていく。じゃあその時間ぐるぐる回ってた時間1年、この1年っていうのを一つに決めてバッてやってたら結果変わってませんって話なんですよね。だからもう何かもう1個に決めても一点集中でずっとやる、ずっととにかくやる、俺は結果出るまでもうやるぞみたいな、決めることですね。結果出るまでこれ絶対やるねみたいな、あとでもしも万が一その、やってて、うん、例えばね、1,2 年やって結果出ないってことだったら軌道修正ありだと思います。でもその軌道修正も別にそのラーメン屋をもう一回経営してでうまくいかなかったからもう一回って難しくないですか。初期費用かかるじゃないですか。ネットビジネスって軌道修正いくらでもできるんですよ。あ、じゃあ YouTube ダメだったから Facebook やろうかなって0円0円じゃないですか。いくらでも軌道修正できますし、うん、だからまあ、うん、一点張りにまずすることですかね。いろいろ勉強しても形にしていかないと何の意味もないんで、勉強することは大事ですけど一番大事なのは形にしていくことなんで、ブログだったらブログを作っていく、動画だったら動画作っていく、それだけなんですよ。ほんとシンプルです、非常にシンプルです。うん、はい、ということで、まあ、今回のねマインドセットがかなり、お役に立てると思いますので、ぜひ活用してみてください。ではありがとうございました。